ウーバー配達件数ゴチ新春、新春バージョン新年一発目よ。新年一発目だよ。一発目もゴチ負けらんねえよな。気分がいいよね、新年一発目からゴチはね。やっぱ人の金で食いてもね、食いてるからやっぱ新年一発目くらいはな。そうよ。あれ今のところと2人は払ってんだっけ。俺払っ、前回が多分俺かな。そう、前回太郎が払って、でその前俺か、多分高い。そう、今んとこ負けなし、無敗の男、雨の宮。ありがとうございます。いつもいつもすいません。いや、セーブシュルト、セーブシュルト状態。セーブシュルト。でかくて強い。いやー、2023年はそうはいかんよ。いかんよ。そうはいかんですよ。全敗でいく気が。確かに。確かに、しかも、この、年始、うん、年明け配達する人ってなんか、イメージベテラン多そうだなっていう。だと思うよ、多分。なんかね、屈強な精神もあるからね、精神が休んでらんねえっていう。そう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 、やったんでっていうのがあるから、ここチャンスなのよっていう。そうよ。そうそうか。だからまあ拮抗するんじゃないかなと。すごい数字の勝負になるかも。確かに。結局届いて配達件数の数で、うん、少なかった人がおごりなんで。そう、完全運っていうね。完全運。そのこればっかりも届くスピードとかじゃないからね。超受け身、うん、超受け身だよ。受け身バトル、超受け身バトル。ここに開幕、うん、受け身バトル。もう決めちゃったんだ俺。もう私も決めましたよ。もう決めちゃったんだ。私も決めました。はい、もうもう注文もここもしちゃいましたとね。その金額のラインを設定してないっていう怖さね。あ、はい、はい、毎回もう別にこれ帰ってくる可能性もあるからだって言っちゃうね、はい、めでたいですから。なるほど。まあね、めでたい系。いや、わかんない。そのまあ金額のね、うん、なるほど。あ、まあまあまあ、まあ、確かに確かに確かに。あ、まあね、しないけど、はい、そただちょっとそうだね、めでて額、お腹のコンディションもちょっと気になるは気になる。まあね、お腹も朝はやばいよ。うん、もうお腹空いてます、うん、あ、ペコ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 です。これはいきそうだ。これいっちゃおう。いや、楽しみだな。よしよし。あ、じゃあもう全員もう、決めました。完了。はい。はい、じゃあ受け身タイム。はい、受け身タイム。受け身タイム。さあ、一番最初に。来ました。届きました。一着です。とりあえず。はいはいはい。これはもうね。これが、だからまあ、どう出るかはまだ。まあ、そうですね。速さじゃないか。まあ、速さじゃないか。まあ、でも気分がいいじゃないですか、一番は。まあ、いいか、先に何か出すか。あ、まあ、もう一旦出せていいよね。一旦出せていいよ。何頼んだのか。出すよ、一旦。さあ、僕が頼んだのは、これだ。何弁当？ステーキハンバーグ弁当。うわぁ。ステハン？ステハン弁当です。はいはいはい。ご飯大盛り。あ、割とシンプルな。はい。あの、ステハン弁当に、あの、普段つけないコーラもつけちゃいます、ちゃんと。缶コーラ。普通こういう時ね、あんまつけたくないでしょ、こういうの。なる。でもちょっとこういうちっちゃいコーラつけちゃうから。ああ。もう、いっちゃうから。小さい飲み物うまいよな。うまいんだよね。謎に。普通で、値段考えたらでかい方が頼んだ方が絶対いいんだけど。わざとちっちゃいの頼んでました。そのなんかコールスローみたいなのうまそうだな。これ、あ、ポテサラっすね。うまそう。ポテサラよね。いいよね。こういうお弁当のね。男の子大好き弁当。そう、男弁当にしました。いやー、これはいいよ、シンプルに。1個で完結してる。1個で完結しました。あ、いいね。もうここが美味しそうだったんで。米の量もいいね。いいよ。やっぱ多くないとね。こういうの欲しいよね、ちょっとね、量。ちょっとね、漏れないように厳重になってるから。そう、ちゃんとしっかり止めてくれてるわ。うわ、よいしょ。獣のバランス、いやー、最高のバランスの弁当。いいね、いいね。男弁当、いいね、肉入りしね。いいね、最高。やるじゃん、男大好き弁当。やるじゃん。結構、あ、ハンバーグうまそうだな。いいね。シンプルな弁当好きなんだよな、やっぱ。シン、うん、唐揚げ弁当とか。シンプルというかはあれなんだけど、確かにシンプルではないか。結構尖ってはいると思うよ。まあ、でもバランスはめちゃくちゃいいな。いいでしょこれ。よっしゃ、ね、ソースかけて。ちょっとティッシュ、これティッシュね。あ、ティッシュねえんだ。ティッシュねえんだ。ティッシュねえんだ。うん、びちゃびちゃになっちゃった。まだあったかい。あったかいです。あ、さすが早いわ。やっぱじゃあ総力もちょっと高そうだぞ。じゃあもう強い、絶対に、はい、すいません、いただきます。あ、いいね、ハンバーグ、うん、でかいね。あ、うまっ。肉肉しいハンバーグだ、これ。うまっ。合いびきじゃない。うん。
100%。 おう、うん、まあ、いいね。それが一体何千円の弁当になるやら、うん、まあ、なるやらだから、まあ、はてな、ね、まあ、あとで、ね、何千円下手したら何万円の弁当になるやもしれぬ。楽しみにしてるよ。それを言えないよな。もしその肉が本当に肉肉しいじゃなくて本当にとんでもない牛の可能性あるから。あるな、うん、黒毛とか。ああ、確かにありますね。確かにな、牛の種類もあるし。何牛かな。いやでもまあ黒毛とかそんなのペースで食ってねえから、うん、こんなな。これ合いびきの食べ方だろ。合いびきの食べ方、これは合いびきの食べ方です。バレてんのか、ちなみに配達員の感じはどうだった？この指標というかね。なんかでも気のいいお兄さんって感じだった。すごい。若め。若め。ああ、若めか。これがどっちなのかまだ分かんないんだよね。うん。でも若め期待できるよ。何で来たかは分かんない。あ、バイク。お。バイクはちょっとねガチ勢のニュースするよね。熱いよね。バイク熱いよ。バイク熱いのよ。バイクか。点数高すぎるね。バイクか電動チャリがやっぱり。うん、あのレンタルじゃないやつね。うん、うん、ま、俺らはねちょっとまだまだ来ないから、もうちょいかかりそう。もうちょいかかりそう。うん、なんだこんなかかると思う。これがちょっと時間かかります。金額に響くのかどうなのかもあるね。めっちゃ怖いところでもある。あ、うん、まあまあ待ちましょう。待ちましょう。まあそうだ、待ちましょう。はい、そう、来ました来ました。2番目アメノミヤス選手来た。そう、ドン。うわーやべ、もう見た目が、あー、もう一発だ。うわー、こいつやってるわ。寿司行ってんじゃん。寿司だよ。こいつやってるわ。寿司2人前だよ。2人前。うわー、そう、これは言ってない。これ景気いいな。これはもうだって、もうこれはもう最低のダメージすら高い。すら高い。しかも2人前だろ、しかも。2人前。やばいね。なるほどね。いや、ちょっともう。シースはね。これは言ってるな。さっきの食べたいね。早く食べたい。なんか勝手に今寒いからさ、外しちゃってたわ。確かに。なるほどね。寿司という考えを外しちゃってた。やっぱ俺はまだ正月気分だから。それっすか。冷たいやついったか。まだあったわ。うわ、もう開け方がもう子供の子供の時のクリスマスプレゼントみたいな。海外の、海外のガキ。緊張だよ。いや、いいね。やった。ネギトロ倒れてるけど。ネギトロ倒れてるけど。ネギトロはね。それもいいよな。それもなんか、バイクでした。おお。わー、バイクじゃあちょっと。ベテランっすよ。バイクでございました。困るな。徒歩じゃなかった。徒歩じゃなかったです。まあやっぱね、そのウーバーやってる芸人に聞いても、バイクの方が結局回れると。まあね、結局な。件数を稼げるのは原付きだと。もう食べちゃっていくよ。まあね。高井が永遠に来ないから。さあ、もう来てくれ。俺も食い終わってたからね。うん。すごいよ。来てくれ。いただきます。お腹すいたよ。卵かな。卵スタート、卵スタートしちゃった、うん、お店の味が分かるでおなじみの卵、うん、いいな。あー、うまい。うめえだろうな。これうまいね。寿司、うわっ、お腹空いてて、うん、ハンバーグ寿司頼んでたからさ、うん、ハンバーグ寿司食べてる時に、うん、やっぱ耐えれた。あー、まあ寿司があるからなっていうね。寿司があるからって。確かに。これはすごいよ、なかなかよ。ケーキがいい。寿司は。うん。ケーキ。まあでも2で抑えてるから。確かにな。2で抑えてはいる。でも確かに寿司だったか。寿司もあるな。いや、親戚のさ、集まりに久々に行って。うん。うん、その時、その、俺遅れちゃってさ。うん。もう寿司がなかったのよ。ああ、まあまあ、食い切られちゃったんだ。寿司染め。寿司、あ、いや、ようやく。やっとか。ようやく食えた。なんまんや。確かに。あ、これはいいわ。寿司だったかな、正解。確かにな。食い終わっちゃってるんで。やべ、今逆転現象、今。逆転現象起きてますよ。食べちゃったから。食べ終わって、今。じゃあもう、アメノミヤさんが食べ終わったら、高井さん、不戦敗。
ちょっと待ってよ。待ってよ。でもただ、いや、マジで遅いのよ、本当に。もうちょっと俺、外で待ってるわ、もう。ああ、ちょっとあまりにも遅いから。もう来ると思うんだよ。ああ、もうね。もう来ると思いますんで。マジで待って、ちょっと待ってます、あっち。待ってるよ。はい。食べ終わっちゃうよ。来た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 ぜ。あ、おい、書き込め、書き込め、欲しかったな。そんなルールねえだろ、欲しかったな。惜しい。いや、もうちょっとに。いや、あの、外行ったら、あの、バイクの人が、この辺ちょっと、うろうろしてた。あれ買いづらいからね。まさかの今日は全員バイク。バイクです。わ、これは暑いな、ちょっと。そしてちょっと高さがあるぞ。はい、おお。お？なんじゃい？なんじゃい？ん？セパレートタイプ。ドン厚切りトンテキ。うわー。トンテキね。うまそう。ラップでほぼ見えません。でかいね。厚切りとはいえ。でかくね。ほら。うわ。ほら。あ、いいね。ほら。わお、ジャパニーズピーポーじゃん。わお。厚切り。厚切り。厚切りだな。うわ、すごっ。でかっ。うまそう。うわ、うまそう。追加キャベツもして。はい、うまそう。大盛りキャベツに、そして、豚汁もいっちゃいました、僕はね。いや、そうよな。あったかい汁欲しくなるよな。豚汁を別で、欲しい。行かせてもらいました。はい、どそこなかったの。私はこれです。いや、いいね。さあ、出揃った。出揃ったね。うわ、うまそう。ちょっとね、トンテキ一口ぐらい。今に来て。ねえ。食ってから行きたいよな。これずるいよ、こんな時間差はずるいって。いや、コクだって。で、しかも、うまそう、これ。これやばいね。あ、そんななんだ。すごい。ブリンブリンじゃん。うまそう。いただきまーす。これは、こーら、うまそうだわ。うん。うん。うん。うまっ。うまし。うん、うまっ。これうまそう。うまっ。いいなぁ。ここに来て。惜しかったなぁ。惜しかった。全部食べれたのに。いや、そうだ。でも勝っちゃったなぁ。いや、汁もいいね。飲んでる見てよ。どんな感じなの？汁物欲しいの。厳重だね、やっぱり、うん、汁物危ないからね、やっぱ。うわ、いいな。うん、なかなか開かない。ポン的でかすぎる。うちもな、パンパンだけど、ポン的のボリュームすげえな、うん、いや、ポン的屋さんの豚汁すごい、いいね。うまいか。ちょっと信用できるというかね、うん、期待できるね、うん、これは期待できますよ、豚汁な。もう湯気出てる、あったけ。なんで、なんつったの。ああ、あったまる。あったまるよな。それで外出たら、あったまるよな。これはいいな。豚汁あるから俺この状態で外出て。バリ寒いよな。しばらく待とうと思って。あ、確かに。ああ、いいね。うん。最高。さあ。まあ、でも誰かが払う。にはなりますよ。はい、そうですね。新年だから負けたくないからね、うん、こっちは。で、届き順から行く。届き順から。あ、じゃあ私から行っていいですか。うん。今回はまあやっぱ全員原付き。そうですね。で、ちょっと期待できる。うん、まあ今回でも、まあどうなんだろうな、まあ、まあでも、はい、出ました。はい。いきます。配達件数は。はい。ああ、なっちゃう。16時半ですね。はい、16時半。帰宅はそうですね。じゃあ行きましょうか。はい、2436。おお、まあ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 、4桁超え。4桁はやっぱ、ま、強いよ。すごいじゃないですか。すごい、満足度も 98%。 さすがです。素晴らしい。いや本当に、うん、ありがとうございます。本当いつも2400、うん、高いね。36なんで、まあ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 、うん、本当にすごいベテランの方が、うん、ありがたいですね。食べ終わった今年も使わせてもらいました。そうだよね、やっぱそれ高いよね。前出たあの何万って、やっぱあれちょっと異常だったね。異常だったよね。すごかったよね。ジョーカーぐらいの。ジョーカー。ああ、そしてはい、シースー原付きの、シースー原付き、シースーちゃん、雨の宮さん。いやー、ま、むずいです。どうなんだろうな。出させていただきます。はい、私はこちら。
配達先にお届けに向かっています。これはページが違う。えこのお店の人が配達してきた、うん、うわー出たー、いなかったんだ。ウーバーの人がいなかった。あじゃあ件数とかじゃないのか、もう配達員が店員のパターンだ、はい、なのでえこれはまあでもゼロ、この場合ゼロじゃない。そうね、表示あ証明できないもんね、うん、あるこれが1の可能性もあるからだよね。まあ僕です。失格失格結果を見るまでもなく、はい、まあ、でもなく雨宮さん無理だもん、だって証明できないもんだってね、うん、無理そうっていう。寿司の味はそれもあるんだ、ちょっと一つもそれは怖いね。ウーバーを引けないっていうことが、ね、こんな時は起こるんだなるほどね。わこれ初めてのでもあれだねケースだね。ウーバー引けなかった本当に銀の皿の方がまんま届けてくれたんだ。一応聞いて銀の皿の方ですかって言ったら、うん、ですよね。銀の皿はそうだな。いや、はい、ってことはじゃあもう確定で雨はもう下だよね。うん、いやだって宅配が1以上だから。だから寿司は回避できてるじゃない。もう寿司回避。うん。これはでかいよ。なんかここで、まあね、そうか。悲しくて。金額発表行くか。うん。でも負けはない。まあ負けない。もうだからこれで。負けはないってこと？だ寿司回避。じゃあ出してよれ。はい。うん、いいですか、じゃあ。僕は、これです。なん。違うけど、サポートが必要ですか。店舗店舗スタップ。いや、あれ店舗スタッフ。店舗スタッフがご注文の品を配達するため、詳しい配達状況はご利用いただき、嘘、危ねー、ウーバーを引けない、待ってよ、危ねー、高いもん、マジウーバーを引けませんでした。で、俺食べ終わってます。いや、食べ終わってない、食べ終わってる関係ない、食べ終わってます、まだ残ってるんで。だから雨がそれを出した時えってなって、あ、もう本当にそういう時期なんかな。ウーバー何これ、俺がまずだってウーバーの人じゃなかったから。ウーバーを3分の2引けなかった、うん、まあ太郎さんは8で、はい、まあ、太郎さんの2人で割るか、これあー、そうなるのか、割り勘、太郎の割り勘ね。これは自分で払うんでしょっぺん。だから、なんか思ってる価値と違うかもしれない、なんか。なんか、うん、思ってるかも。おいくらですか？あ、そう、金額。ちなみに、3000円。おぉ、あ、思ったよりいってるわ。ね、あの、これも含めね。これも。あ、だからやっぱいい肉だったんかな。だったけど。僕3500円でしょ。おぉ。これも2800円くらい。1？ なんで？で、割り勘でしょ、うん、1500円ずつ。1500円くらいを。オッケー。2人して。オッケーオッケー。ここの勝負終わり。え、しょぼくねえなんか !5000 をじゃんけんする俺と戦いで。え ?5000? あ、だからこっちの分ってこと、あ、相手の分。そう、相手の分は。あ、もうどっちか。ああ、そうどうも。まあ、まあ、確かにね。同点じゃんけんな。確かにな。どっちかの方がいいか。まあ、そっか。まあ、唯一。綺麗に同点である。確かに、まあね。うん。綺麗に同点である。こんな同点の仕方あるんだね。ではない。同点はなかったもんね。あ、じゃあもうこれは、そうしようか、素直に。じゃんけんだな。やだなぁ。じゃあもう、年明けの一発目の勝負してください、これで。やってやるよ。はい。高い。買ったら最高だぞ。ただで、寿司なのか、豚汁。いや、嬉しいよ。トンテキコンボなのか。これでかいよ。オッケー。昨日いっぱい、イメージはつけてきたじゃんけんの。え、もう、同点の。確かに想定してなかったよね。件数一緒なんてありえないと思ってた。いくぜ。よし。最初、グッチョキホイ！うぅーよっしゃーだー。決定！よっしゃー、アメダメの勝利！気持ちだよ、気持ちだよ、高井さん、1万ぐらいのゴチ。最悪だ、これはでかい。ただでしょ、これはでかい、これマジでかい、マジでかい、これマジでかい、なんだよこの戦いよ、最後じゃんけんってなんだよ、謎の戦い、なんだよ、届くのも一番遅いし、確かに遅かったですね、最悪だ、だったらもうマックとかで絶対ウーバーが絶対来てくれると思う、いやそうだ、そうだ、
そうだからそれも今後戦略としてあるんだな、考えるあると思うんじゃん。このパターンあんだ、人が来ると思うんじゃん。いけませんでした。怖っ、このパターン。さあ、雨の宮無敗伝説は続く。うわ、本当だ、最悪だ。次こそ話して最高の具、最高の具、俺にとっては最高の具。悪運の食種、悪運の具だったんだけどな。